ダリオレオナルド・コンカは、アルゼンチンブエノスアイレス州、ヘネラル・パチェッコ出身の元サッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。リーベルプレート・プリメラビーナシオナルのティグレの下部、組織出身であり、15歳だった1999年に、トップチームデビューした。その年の後半にリーベルプレートに引き抜かれ、下部組織から順調に、トップチームに昇格した。 2003年11月23日のチャカリタジュニアーズ戦でチリ人のマヌエル・ペレグリーニ監督が率いるトップチームでのデビューを飾った。2004年はレオナルド・アストラーダ監督の判断でチリのウニベルシダ・カトリカにレンタル移籍し、クラウスーラ2005でリーグ優勝して自身初タイトルを獲得した。2006年にはロサリオ・セントラルにレンタル移籍して、 活躍を見せ、2007年1月5日には、ブラジルのバスコダガマに、レンタル移籍した。1月14日のビジャリオイーシーとの親善試合で、デビューして初得点も挙げた。フルミネンセ2008年には、ブラジルのフルミネンセにレンタル移籍し、レナトガウショと共に、中心選手の一人としてプレーした。同年のコパルベルタドーレスでは重要な役割を果たし、シアゴネービス、 チアゴシューバ、ワシントン、シセロラと共に決勝進出に貢献したが、決勝ではエクアドルのルドジューキトニニの4で敗れ、初優勝はならなかった。ルドジューキト戦では12分に同点ゴールを決めている。2009年、フルミネンセと3年契約を結んで完全移籍を果たし、2009年と2010年の2年連続でセリエ A 最優秀選手に選出された。また、 ウルグアイのエルパイス氏によって南米最優秀選手の第15位とブラジルの最優秀選手に選ばれている。2010年にはセリー AA で優勝しフルミネンセとの契約を5年間延長した。2010年には某ラジオーロを獲得。公衆久し大賞2011年7月2日中国サッカースーパーリーグの公衆久し大に移籍した。移籍金は 中国史上最高額の1000万ユーロ。報道された年俸は1040万ドルであり、世界最高クラスの年俸額の選手となった。7月14日の南勝証厳戦で、遺跡後初得点を挙げた。2011年シーズンは15試合に出場して9得点を挙げ、甲州久し代のリーグ初優勝に貢献した。古見年生、復帰2014年。 フルスの古見年生復帰した。上海上校2015年1月22日、中国サッカースーパーリーグの上海上校へ完全移籍した背番号10をつけ、クラブをリーグ準優勝 ACL 初出場に導いた。フラメンゴ2017年1月3日、セリエ A フラメンゴへ期限付き移籍することが発表された。2017シーズンをもって契約満了で退団した。 オースティンボールド2019年からはアメリカ独立リーグのアセルのオースティンボールドでプレーした。2019年4月23日現役を引退することを発表した。今後はプロゴルファーを目指しているという。チコパリベルタドーレス、AFC チャンピオンズリーグを含む、2カンピオナートカリオカ、中国 FA カップ、FIFA クラブワールドカップを含む、ありがとうございます。